体重測ります。 80.7。 家系ラーメンダイエットでも始めるか。はい、まこです。今日からね、3日間横浜家系ラーメン生活をやっていこうと思います。こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで頑張るにゃー。本日やってまいりましたのは東京都豊島区池袋横浜家系ラーメン絆屋。本日注文しましたのはライスと特製ラーメンの最高セット。濃厚スープをいただきます。うまい。続いて燻製チャーシューパクリンチョ、ご飯にベストマッチな美味しさです。スープを吸わせた海苔をご飯にのせてパクリンチョ、あとは思うままにわがままに麺をすすって、ごちそうさまでした。1日1食家系ラーメン生活1日目、池袋のね絆屋さん、美味しかったですね。ご飯にねベストマッチな感じの家系ラーメンで、スープがねとてもボリューミーで醤油がキリリと効いておりまして、美味しいラーメンでございました。でね、今日はもうラーメン食べたので何も食べることができないんですが、ちょっと時間が空いてるので東宝シネマズでね、新エヴァンゲリオンを見てこようと思います。というわけでまたじゃんそう。本日やってまいりましたのは東京都新宿区早稲田にあります横浜家系ラーメン武道家。本日注文しましたのはラーメン中盛りご飯キャベチャー計1050円。手を合わせていただきます。ほうれん草をパクリンチョ、境製麺をすすってく、すすってく、濃厚スープと美味しい麺がご飯を加速させるラーメンでした。お水を飲み干してごちそうさまでした。本日やってまいりましたのは西武新宿線野方駅横浜家系ラーメン木戸屋。全部のせラーメン、ご飯、岩海苔を注文です。まずは麺をすすってく、炊きたてのご飯にベストマッチです。燻製チャーシューパクリンチョ、ご飯が進みまくる美味しさです。スープを吸った海苔をご飯に巻いてパクリンチョ。ご飯おかわりお願いします。どうぞ。トッピングの岩海苔が想像以上に家系ラーメンにマッチするんです。超濃厚スープを飲み干してごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございました。木戸屋めちゃくちゃうまかったです。スープまで飲み干したのは初めてですね。いやー美味しかった。トゥルル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 。はい、というわけで3日間家系生活昨日で終了となりまして、本日4日目の朝となります。今回ね1日1回ね家系ラーメンを食べるだけなので、あわよくばダイエットになるんじゃないかなと思ったんですが、先ほど体重測ってみましたのでご覧ください。体重測ります。80.3。 痩せた。で今回ですね 80.7kg から 80.3kg マイナス 0.4kg ということで、ダイエット成功結構ではないですね。ということでね、3日間1日1食家系ラーメンを食べ続けると大して変わらないということが判明いたしました。カロリー的に家系ラーメンが800キロカロリーぐらい、それに私ライスつけてたんでプラス200、1000キロカロリーぐらい、私の基礎代謝が1900ぐらいなので800キロカロリー余った分ね、痩せんじゃねえかなって甘くね考えてたんですけれども、そうは問屋を下ろさないということでダイエットにはなりませんでした。だからね、私もねこうストイックなね、例えばこうスイカを3日間食べ続けるとか、ヨーグルトを食べ続けるとか、オートミールを食べ続けるとか、そういうね生活もでいいなと思うんですけれども、今回まあ自分が好きな家系ラーメンを食べ続ける、こうすると1日1食でもね楽しく食べれて続けられるんじゃないかなと思ってやってみたんですが、ダイエットにはならなかったというそんな検証結果でございました。で今回ね1日目池袋のね木戸屋直系の絆屋さん、2日目が早稲田の武闘家さんで、3日目が野方にあります木戸屋さんに行ってまいりました。で3店舗食べたんですけど、私はねまあ好みもあると思うんですけど、やっぱ木戸屋がもう飛び抜けて美味しくて、まあその次に絆屋さんって感じかな。まあその2つはねもう特にマジで美味しくて、皆さんにも超おすすめしたい家系ラーメンになっておりますので、皆さんもお近くに寄ることがありましたら寄ってみてはいかがでしょうか。都内にもね
ね、だんだんとこう本格的な横浜家系ラーメンが進出しているようなので、私も今後そういったラーメン店も追っかけていきたいなと思いました。今回ねダイエットというよりは私のボーナス企画ということで、楽しく3日間過ごせたので良かったかなと思います。はい、こちらのチャンネル、食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。というわけで、またちゃんぞ、バイ。